ノルゲ号。探検家ロアールアムーン線は1926年、反公式飛行船、ノルゲ号で北極点を横断した。反公式飛行船は、部分的な支持構造を持つ飛行船である。反公式飛行船は、外皮の下に、縦軸に沿って、硬い、ないし、ある程度の柔軟さのある、流骨を持つ。この部分的な支持構造は、外皮の内部にある場合もある。 反公式飛行船は1900年代初期には多く建造されたが1938年前後以降は2、3の放棄された計画を除いてただ一つのタイプのみが飛行している。反公式飛行船のゴンドラとエンジンは程度の差はあるが尖閣に沿って取り付けられる。指示構造はこれらの付属物の荷重を引き受け、また不要ガスを 尖閣の表面全体に均一に行き渡らせる役目を追っており、また、操船の際の尖閣に対するストレスを部分的に和らげる効果もあると思われる。反公式飛行船と軟式飛行船の境界は曖昧であり、特に小型のタイプでは、構造物が単なるゴンドラの延長であって、支持構造ではなく、荷重と無関係なのか、荷重を支持する流骨なのか、 はっきりできない場合もある。軟式飛行船の場合と同じく反公式飛行船も空気力学的な外形は内部のガスの高圧力によって維持される。不要ガスの体積の変化は空気棒を使うことによってバランスが取られる。空気棒はまたピッチングコントロールを行うにも有用である。小型のタイプでは不要ガスは船体そのものによって維持されるが、 大型のタイプではいくつかのガス脳に分割され、一つのガス脳が破損しても全体への影響を軽減し、必要な高い圧力を維持できるようになっている。20世紀の最初の10年間においては、反公式飛行船は公式飛行船と違って絞めることができ、収納して陸路、または回路で輸送できることから、軍事利用によりふさわしいと考えられた。 初期の成功した例としては、ベルリンの第2飛行船旅団のハンス・グロス・少佐の設計したグロスバゼナー行であり、1907年に第1号機が初飛行した。それは、船体の下部に硬い構造を持っていた。このデザインによって、さらに1914年までに4隻の軍用飛行船が建造、または改造され、MI ないし、M4 と称された。 対戦艦での最も先進的な班、公式飛行船の建造はイタリアで行われた。国営工場 SCA では数隻が建造された。後に将軍となった、ウンベルト・ノビレはその最も有名なメンバーであり、北極天上空飛行のためのノルゲ号や、ソビエト連邦のための W6 オセブやキム号などを含むいくつかの飛行船を設計し、飛行させた。 伸びれ式の下で建造された飛行船は以下の通り、他の製造者により以下のような反抗式飛行船が1938年までに建造された。2009年現在飛行している有人反抗式飛行船はチェッペリン NT のみである。チェッペリン NT はわずかに過ぎ、押された一つのガスノート一定の大きさに維持された空気棒を持ち、 トラス構造を内蔵している。それ以外では以下のものがある。ありがとうございます。